田辺さん押す。ルナさん何がやばいの？ルナさん無視？オンさんはどつる？楓のお母さんさんこんばんは。猫の目さんはどうこんばんはの。おはよう。さとこさんは、ごさんこんばんは。はい、どうしたの？753放送お疲れ様です。
体3、5倍の顔が一番やばい。マヤ、3S 赤が復調して和道が沈んだが、夢玉さん、明日の降雪情報がやばいと思い、一票を。明日雪降んの？明日雪降んの？マジで？嘘でしょ？寒いよ。PV マヤ、3最高気温1摂氏。げえ。そんな日に屋形船かよ。本当だ。だから寒いのか、ちょっと。いろいろだよね。いろいろだよ、いろいろ。いやー、降ってないね。レアンさん、地層が出てるよ。
会さん、そんな態度で支援求むなんて、ちゃんちゃら歌唱シーンはゴミ野郎。お前、だって、お前から求めてないよ。優しい人に求めてるから。お前だって貧乏じゃん。くれないじゃん。貧乏人からもらおうと思ってないからいいよ。ねえ、寒いね。天罰なんて生まれた時に下ったわ。やばいんです。どうも。8万6000人のジャストミートあたるさんいらっしゃい。寒いよ。あ、っていうかアグリンのさ企画の問い合わせがすごいんだけど、アグリンのあの結婚企画あんじゃん。すごいね、世の中ってさ、なんか出会い系サイト運営の気持ちになったわ。アグリンと結婚したいやつこんなにいるんだと思って、すごいよ。
寒い。助産ワクワクさせてよ。カーヤさん、復着なさい。うなんで切るの？ここ俺の家だよ。やだ。裸が好きなの。リスナー意見は吉次元。いや、まずどうしようかな。ドチャロさん風船をプレゼントしました。あ、風船ね、あの1個だとお金にならないから10個単位でね、投げてくれると嬉しいかな。風船1個だとさ、リスナーのお金をさ、ドブに捨てる行為なんだよね。カニさん、どうしたの？金が回らん。やばい。ヤバたんだよ。収入がヤバたんだよ。忙しいよ。ありがとう、谷さん。花火ありがとう。サンキューでーす。収入も回んねえしさ、忙しいんだよね。忙しくなっちゃったよ。私。分刻みのスケジュールだよ。分刻みのスケジュール。彼女もいなくなっちゃったし。嘘。たくみさん強え。ありがとう。たくみさんにギャランティーもお支払いしないといけないのに、やべえな。ではのりこと、のりこ、やべえな、いろいろとやべえな。いや、分刻みのスケジュールだよ、俺。
ちゃんと別れちゃったの？のんちゃんから振られちゃった。振られーにょ。まさか捨てられるとは。捨てられちゃいました。頭が爆発している顔、マジですか？ああ、マジ。どうすっかな。ポンさん、のんちゃん帰ってきてほしい。いや、もういい。ないだろうね。カニさんでもやっていくしかない。とチャロさん風船を3個プレゼントしました。メグちゃんさん何がやばいの。マリルボーンさんこんばんは。こんばんは。実践するっていう YouTube だ。あ、どうも。ボーンさんはロさんふっきり早いね。カニさん数合わせ、数合わせありがとう。金が回らねえ。ありがとう。ありがとう。ありがとう。あれだな、あの、ありがとう。配信者は彼女は作っちゃダメだなっていうことをよく分かったよ。頑張るしかないよね。さとこさん風船を10個プレゼントしました。ありがとう、谷さん。さとこちゃんありがとう。谷さんありがとう。無理しないでね。もう不安しかないよね、将来。不安しかねえな。さとこさんカードをプレゼントしました。とチャロさん風船を3個プレゼントしました。タギさんこちらこそありがとう。タギさん数合わせ、カツ合わせありがとう。ありがたいね。LINE が反映されない。 LINE バグだ。
ライオンが早々クロダイ本が腐って聞いてるよな。俺腐ってるよ。悪魔だもん、白魔。腐ってるよ。俺ブディストじゃないもん。俺仏教者じゃないよ。仏教ストイックすぎてできない。無理。20回ぐらいあったね、人生でね。本当にピンチだったら20回ぐらいあったね。確かに罪まではまだかな。大手はかかってるね。罪まではまだ見えてない。頭悪いから3手積みぐらいしか分かんないから。どうすっかな。いや、働きたくないんだよね。働きたくないんだよね。働くのはないかな。働かないかな。体調は大丈夫だと思うよ。病院は行ってないけど。健さん働
まあ楽だけど、あんまり好きじゃないんだよね。働くの好きじゃないの。指長いんだよな、俺。指長い。意外と。どうしよう、アグリンの結婚相手がすげえ見つかってるんだけど、どうしよう、問い合わせが半端ねえよ。アグリンとでも結婚したい人って世の中にいっぱいいるんだな。びっくりしたわ。写真フォトショップで加工しすぎたのかな。一件も来ない可能性を予定してたのに、問い合わせ一件も来ねえだろうと思ってたら、めちゃめちゃ来てるわ。ハグリンと結婚したいか？ DM 来るな。俺がハグリンと付き合うの？嫌かな。なんか、臭そう。カツオさん、みんなで応援しましょう。花火お願いします。
オタ？オタになる？やだ、恋愛にネタの要素いらない。嫌いな人を抱けない。無理。シャレになんないでしょ、アグリンが彼女とか。面白くないじゃん。ぐっとこない。石像さん、銀歯へ、まるまるみたいな女を使う配信。いや、かわいいじゃん。パルパルの彼女とかかわいいじゃん。なんだっけ、エルマルちゃんだっけ。かわいい彼女がいい。もうでも彼女はいいや。もう懲りた。歯ブラシをソングをのりこと別れたの。ヒゲ伸びたね。まあやってくよ。三年 A 組さん、たとえ風船一つでもいつも配信頑張る。歯ブラシをソング何分コメントないかタイムキーパーやるね。
歯ブラシをソング1分。歯ブラシをソング2分。歯ブラシをソング3分。歯ブラシをソング4分。ポンコツさん草。歯ブラシをソング5分。ポンコツさんはどう？歯ブラシをソング記録は5分でした。お疲れ様でした。ポンコツさんはどう、足すはどう、和はどう。
さん働けよ。無理。やだ。ダサい。ポンコツさんお金あるの？ない。リンゴさん働かないやつに女はついてこない。今貯金いくら？ない。リンゴさん働くって社会に貢献することだから、ポンコツさんご飯食べたの？食べてない。歯ブラシをソングクソみたいなコメントしてると殴るぞ。お金いる？欲しい。ポンコツさんいくら欲しいの？月30万。親がダサいとこんな子供が生まれるだろうな。親などいない。あるよ。リンゴさん親いないのかよ。歴史の女さんは道さんの大ファンだから支援したいな。支援してよ。母さん、彼女障害者？彼女いない。リンゴさん、こんな生活何歳まで続くかな？知らん。知りません。まこちゃんさん、こんばんは。こんばんは。
リンゴさんみんなから嫌われてコラボも来ないし。まこっちゃんさんはドさんもパチ配信したら01で人もパチ配信で閲覧伸ばしてるよ。パチンコ配信ってパチンコが好きだから似てるだけであって、本人のトークとかになるとガタって閲覧減るからね、諸刃の剣なんだよね。あの人はパチンコやってる人だったら何でもいいんだよ。じゃあさん、カズ軍曹は大手になったじゃんよ。3年続けてからじゃないの？あれを大手って言うんだったら俺超大手だけど。あんなのみんなやったことあるレベルだけど、3年キープしてからでしょ。加納宝貝さんは、こんばんは。加納宝貝さん、このタイトルはまた釣りなの？ワドと赤信号、どこでこんなに差がついたのか、万身、環境の違い。ほら、化粧品さんオイス、マジヤバいって、心寂しいのか？いや、寂しくはないね。いや、新しい女別に作りゃいいだけだし、女に困ってないから。金が収入がやばいね。生活ができない。加納宝貝さんのちゃんに貢がせよう。別れたっつう。ほら化粧品さんのちゃん巨なくなったらワドオギャルズ復活してガボガボかな。テイツさんあれ YouTube からふわっちに切り替えたはずなのに。いやーもうギャルズは来ないでしょう。和道ギャルズは全滅したかんね。金魚姫さん、和道さん、和道つ、犬年さん、はい、監督業はもうやめたんだよね。和道つ、何食べよっかな。さん映画を作るふりをして支援金を取るなんてなかなかの詐欺師ですね。金魚姫さんのちゃんポコなの？
あ、知らん。連絡も既読もつかないし、知らん。もう他人、おこかどうかも知らん。リンゴさん、さすがにもう引退詐欺してもアイテム飛ばないだろうな。どうなんだろうね、他人のことは分かんないよね。アホさん、映画撮らなくなったの？花火投げたのに。犬年さん、映画を作るふりをして全く作らないからやばいと思って逃げたのかも。映画を作るふりをして花火をもらう詐欺だからね。運び子さん、主演女優に逃げられたのか。リンゴさん、女は経済力ない男を本能で嫌うからだ。犬年さん、主演女優に逃げられたことにして映画はできませんでしたを演出するんだよね。ご飯何食べよう。誰も騙されないぞ。ご飯何食べようかな。金魚姫さん、うちは白菜シチューだったよ。犬年さん、俺が映画を作るならチャンマンの強制わいせつ事件のことを映画にするね。オルフレンさん、マック行こう。マックいいや、マックいいや。犬年さん、1991年1月に大井ふ頭で起きた冤罪事件をテーマにシナリオを書くね。リンゴさん、ライラ、毎回引退詐欺してたらいざ本当に止めるときに誰も相手しなくなるよ。コインさん、すでに病人しか相手にしてないでしょ。犬年さん、あまりにもかっこいい22歳の男が薬の売人と女子高生に騙される悲劇の物語だよ。ボンさん、いいねを10個プレゼントしました。ボンさん、風船を10個プレゼントしました。ボンさん、バーガーを3個プレゼントしました。
ポンさんハートを3個プレゼントしました。ありがとう。さとこさんいいねを5個プレゼントしました。ありがとう。さとこさん風船を5個プレゼントしました。金魚姫さんハートを5個プレゼントしました。犬年さん1991年1月17日から18日午前2時までに新宿3丁目から大井ふ頭までの地域で起こった悲劇の事件だ。犬年さん人は弁よりも剣よりも強し。犬年さん珍味販売業をやっていた当時22歳でもうすぐ子供が生まれるというかっこよすぎる男が薬の売人と女子高生に騙される悲劇の冤罪事件だ。真帆さん生活大丈夫？生活ちょっと厳しいかな。やばいね。ギリギリ子供がいったらアウト。このままいったたらアウティです。アウトです。金魚姫さんあれ枕買えたの？これ1000円でね、そば殻の枕。これ1000円で買った、うん、犬年さん枕を高くして寝られないはずだよね。そば殻が一番しっくりくるね。蕎麦柄枕って寝てて音がいいよね。俺子供の頃から蕎麦柄だからね。蕎麦柄に慣れてる。犬年さん蕎麦麦茶めちゃ美味しいよ。へえ。蕎麦麦茶か。飲んでみたいな。犬年さん蕎麦茶で。蕎麦茶。あ、美味しいよね。お蕎麦屋さんのお茶すげえうまいよね。いい蕎麦食べたいな。
チさん、その枕のオリジナルと思われるやつ、アマゾンで2980円で買った。犬年さん、そば茶の実で作った。これあれだよ、刑務所品だよ、これ刑務所品。刑務所の作業品だから、すごい作りがいい、安くて。真帆さん寝てても生活できるのは本当に羨ましい。いや、俺めちゃめちゃ頑張ってるけど、サラリーマンとかより全然頑張ってるよ。むしろサラリーマンとか楽だなって、何も考えなくていいんだもん。こっちはさ、自分のいろんなもん切り売りしながらやってんだもん。羨ましいとかやめてよ。すげえプレッシャーの中でやってんだよ。モーシュマロー、わらさん、こんばんは。今日の夕飯はカレー3日目でした。食べ終わりました。お疲れ様です。2日目が一番いいけど、3日目飽きるよね。おむそばでも作ろうかな。犬年さん、何を切り売りするんですか。売るものないでしょ。モーシュマロー、わらさん、ワドさん、食材とかありますか。ないね。金魚姫さん、確かに配信者日々考えないといけないから、休めるときないね。休みっていう概念はないよね。なるべくつけてたいっていう。つけたもん勝ちだからね。寒いな。確かにね、配信者って日本一頭を使うし、日本一忙しいもんね。頭も体もめっちゃ使うのが配信者だもんね。ポンさん、こんばんちゃ。何食べよう。おむそばかな。おむそばかな。まこっちゃんさん、今からサラリーマンになることは考えてはない。考えるわけないじゃん、バカでしょ。33だよ俺。現実見ろよ。まほさん、焼肉屋で食べれば。金魚姫さん、同じ。おー、こんばんは。サラリーマンより稼いでるし。とか枕高くないと寝れないとかありますか。金魚姫さん、サムネ変えてたからわからなかったよ。
ノリコに鍵返してもらわないとな。引き返してもらわないと。ああ高い方がいいと思ってたけど低い方が最近寝れるかな。引き返してもらわないと。姫さん連絡つかないの？のんちゃん。LINE 既読にならないね。いや家の鍵なんでって、いや鍵は返してもらわないと。カフェありがとう。ありがとう。ストロベリー、窓さんはそれでいいの？コキン千葉さん、電気止まったの？なになになに、増田剛さん後ろに見えるあれは何？キューパールさん、大変なのは医師だよ。
与田和子アット銀河美容外科クリニックさんワドさんバックスラッシュアオアワドさん。何？綺麗な虫さん社か猫ドンさんいなくて不安。タコとペコいるよ。あ、岡田敏夫の中心。いや、それがカレオさん、あの結婚できるけど、あの問い合わせが3人ぐらい来ててクソ笑うんだけど、ガチの問い合わせがマジで来てて、1人集まりゃいいやと思ってたら DM 来まくってるんですけど、クソ面白くないですか。世の中需要あるんだなと思って、ガチで結婚したいっていう人3人集まったんだけど。金魚姫さん、アグリンモテキ。いや、ライバルめっちゃ多いんだけど。ライバル多いじゃねえか。出ます？カレオさんも立候補します？これね、写真フォトショップで加工したのが悪かった。これ結構リツイートされてるからね、これ。あの企画概要はツイッターのトップページに上げてるんで、企画ご覧ください。アグリンの結婚企画です。もう3人集まってるんで、あのまあいいかなと思ってますね。面接からデートする流れにしようと思ってるね。面接からデートの流れ。この写真の人、この写真ツイッター見たら詳細載ってます。ツイッター見てください。平沼与田和子アさん、彼女と別れたの？うん、性格のふわっちで。え？平沼与田和子アット銀河美容外科クリニックさん無視するのは。いや、うざいコメントは無視だよ。うざいコメントは無視、ごめんね。今花火何発飛んでる？4発？3発かな。またコメントバグで見えなくなっちゃった。今何発飛んでんだろう。平沼与田和子アット銀河美容外科クリニックさん、レッツノート返せ。
アグリン用に買ったもの、あ、ありがとうございます。チョコレートありがとう。ストロベリーありがとう。ちょっとのんちゃんのこと完コピすんのやめて。この人ね、この人本当にのんちゃんが書いてるみたいなこと言うからやめて。完コピすんのやめて。のりこの過去ののりこの行動コメントパターンを読み取って勝手にのりこの完コピをしないで。本当にのりこが書いてるみたいだからムカついてきた。だんだんいや完コピでしょこれ。別れるならレッツノート返せとか、これが特にうまいんだよ。のんちゃんはワドさんが反省するなら許しますって。俺の LINE 覗いてるだろこいつ。ハッキングされてるだろこれ。やめて本当に。いやこいつ本当優秀だよ。こいつあれだよ、あの大義ってやつとか龍樹ってやつ。大義ってやついるじゃん。大義とリュウジュだからプロリスなんだよ。プロリスがアンチに回ると厄介なんだよ。そうよく観察してるから、いろんなトリックスターなんだよこいつ。リュウジュってやつだよ。ほんとタチ悪いよね。だけどこいつがねダメなところはね、のりこのまんまの名前でのりこアット銀河でのりこのサムネでやった方が絶対ウケるのに、どうしても自分を出そうとしちゃうの。俺はアンチだぜっていうのを出そうとしちゃうから笑いが取れない。これさ、のんちゃんのサムネツイッターから引っ張ってきてのりこアット銀河で普通にやった方が絶対リスナーが湧いて面白いのに、自分を出そうとしちゃうのアンチは。笑いを捨ててね、自分はアンチですってアピをしちゃうからね、つまらなくなる。そこがダメなところ。優秀なのに、我が出ちゃう。そこが下手。残念なところ。平沼よだかずこあと銀河美容外科クリニックさんディスプレイ返せ。返せってなんだよ。ともチョコありがとう。ともチョコありがとう。金魚姫さんミルクともチョコをプレゼントしました。金魚姫さんありがとう。ともチョコをプレゼントしました。ありがとう。金魚姫さんミルク。全然揃わねえな。プレゼントしました。全然揃わねえ。わあ来たー！ありがとう。イエーイボーナスありがとう。三連ちゃん。ありがとう。揃ったね。学ぶおはよう。頑張ってるか。お前もいつの間にか議員になったな。頑張れよ。さとこさんいいね。いいねありがとう。プレゼントしました。風船ありがとう、みーちゃん。みーちゃん、風船ありがとう。いやー、どうしよっかな。増田剛さん、久保田学原。久保真奈。まだ。みーすけさん花火をプレゼントしました。みーちゃん花火ありがとう。もうあれだな、俺に残された手段はみーすけと金魚姫に色恋営業だな。平沼よだかずこあと銀河美容外科クリニックさん浮気したワドさん悪い。金魚姫さんのチキ音符ありがとう。ワド監督さん支援求む15発。
もう色恋営業だな。ミースケと金魚姫と早々に。関西に早々に抱かれに行くしかねえな。うわーだりー。お風呂入ってくるわ。お風呂入ってくる。つけっぱにするわ。平沼よだかずこアット銀河美容外科クリニックさん返せこの野郎。どうしようかな。画角どうしよう。天井にしようか。金魚姫さん行ってら。行ってきます。お風呂ちょうどいいね。映ってない、映ってない、大丈夫、映ってない、みんな映ってない。金魚姫さん大丈夫だよ。大丈夫、大丈夫、映ってないね。カレーオーアットジェンジョンのコウさんおいなりさん。みなりさんが映ってない。スケさんの手が映ってるね。平沼よだかずこアット銀河美容外科クリニックさん返せよ。ポンさんいいねを10個プレゼントしました。ポンさん風船を10個プレゼントしました。ポンさんバーガーを2個プレゼントしました。ポンさんハートを2個プレゼントしました。じゃあ風呂入ってくるわ。平沼よだかずこアット銀河美容外科クリニックさん、和戸さんが反省するなら許します。さとこさん KB を10個プレゼントしました。よだかずこアット銀河美容外科クリニックさん反省したら許します。金魚姫さん定期、ただいま、ヌシは入浴タイムにて不在です。平沼よだかずこアット銀河美容外科クリニックさん返せれ。
平沼よだかずこアット銀河美容外科クリニックさん歌うな返せぐらいいいじゃんな。男だったら風呂配信やりたいな。平沼よだかずこアット銀河美容外科クリニックさん返せ受点だよ。中西ガールさん何発投げたの？よだかずこアット銀河美容外科クリニックさんレッツノート返せI'm
竹雄さん今来た、何がやばいの？平沼与田和子アット銀河美容外科クリニックさん、ディスプレイ返せ。石蔵さん監督頑張ってく。石蔵さんで、石蔵さん風呂かよ、まただ。ルナさんうんこ。姫さん、定期主はただいま入浴タイムです。
ありがとう。ただいま。平沼よだかずこアット銀河美容外科クリニックさんレッツノート返せ受点だよ。まだやってんの？まだやってんのかよ。病気だろお前。そのモチベーションがわかんねえわ。病気だろ。平沼よだかずこアット銀河美容外科クリニックさん返せ泥棒。ルナさんモチベ。銀河美容外科クリニックさんのチャンハワドさんが反省するなら許します。ルナさんもちベーコン。何食おう。平沼よだかずこアット銀河美容外科クリニックさん別れるなら返せ。借りてない。よだかずこアット銀河美容外科クリニックさん返せこの野郎。すげえな。しつこいよ。借りてないでしょ。俺物借りないもん。物もらうから。しつこすぎる。卵味噌放送用サンフワッチのサムネ見てたら寒いね。ポンさんのんちゃんなの。卵味噌放送用サンフワッチをしながらスクワッチ。卵味噌放送用サンフワチくんじゃんけんしてもいつの時。ちポンさんいいねを10個プレゼントしました。ポンさん風船を10個プレゼントしました。ポンさんバーガーを2個プレゼントしました。ポンさんハートを2個プレゼントしました。
ボンありがとう。ごめんね。ありがとう。平沼よだかずこアット銀河美容外科クリニックさん、和戸さんが反省するなら許します。ブロック入れようかな、こいつ。むずいな。平沼よだかずこアット銀河美容外科クリニックさん、返せ。平沼よだかずこアット銀河美容外科クリニックさん、レッツノート返せ。返す返す、うるせえよ。じゃあてめえは何ももらってねえのかよ。そういうもんじゃねえだろ、付き合うっていうのは。なんだ返せって。泥棒、うるせえ。あ、兵糧か。大義ってやつ、兵糧か。ようやくわかった。これ平沼とか、あ、兵糧だったんだ。うわ、引くわ。粘着質だもんな、こいつ。あ、答え出たわ。大義ってやつと平沼陽太和子と龍樹ってやつと兵糧ってやつ、全員同一人物です。皆さんメモっといてください。これ兵糧でした。メインアカウント兵糧でした。もルナさん、メモメモ。兵糧のサブアカ3つだったね。
大義、龍樹、平沼陽子っていう、これが全部兵糧。つまりアンチ活動してるの兵糧。で、俺兵糧が誰か分かった。今この瞬間に兵糧が誰か分かった。カレーローアットジェンジョンの降参返せこの野郎。うるせえ。ルナさん、なるほど。兵糧が昔なんていう小手半だったのか俺全部分かったわ。謎が今解けた。コンさん、のんちゃんじゃなかったんだ。のんちゃんじゃないよ。バカだね、間抜けだね。え、ボンはこれのりこだと思ってたの？やべえやつだな。ボンさんを持ってたわらわらわら。引くわ。その発想力に引くわ俺。金魚姫さんマジかよわらわら。病気だな。中西ガールさん金髪似合ってますね。ちょっとハゲてますが。カトランさん、ワドちゃんお久しぶりです。セキゾウさん、風呂上がりか。ポンさん、ごめんよわら。ごめんよっていうか、あれをのりこのコメントだと思える発想力に引いてる俺は。謝るとかじゃなくてリテラシー低く。セキゾウさん、珍しくセクシー配信だな。うん、俺セクシーだよ基本。俺は結構セクシー派だよ。セキゾウさん、 KP をプレゼントしました。アイテムありがとう。何食べよっかな。もう飽きたんだよな。ボンさん、晩ご飯食べながらだったから理解できてなかった。平沼よだかずこアット銀河美容外科クリニックさん、返せちゅるでだよ。定食屋さん、なんだっけ、あの中野の方に弥生亭ってあるんだよな。あれうまかったんだよな。石蔵さん、時給1500円の男。あそこ行こうかな。弥生県か。ポンさん、ボンポンコツやなわら。ルナさん、ひつまぶし食べよう。ひつまぶしいいね。営業時間何時までだ。23時までか。でもあれなんだよね、これでもカレーオーアットジェンジョンの高さん、ご飯食べ放題だしが。そう、ご飯食べ放題で美味しい。平沼よだかずこアット銀河美容でもこれで俺ね、ワドさんが反省するなら許します。ちょっとね、あの荷が降りた部分があって、よく考えたら普通に女性とコラボ配信も堂々とできるようになったのはでかいんだよね。女性リスナーのリアトツもできるようになったし、ある意味ね、もうこれは割り切るしかないよ。プラスを考えていくしかない。もうのりこを失ったダメージもあるけれども、プラスも同時に起こってるはずなんだよ。プラスももう割り切ってやるしかない。いや、ガチでって俺別に嘘つかないけど、毎回お前が勘ぐってるだけで俺毎回正直に話してるわ。格闘家は5杯ぐらい食うだろうね。エネルギー消費量半端じゃないかんな。どうすっかな。チキンナンバーうまいっすね。ナンバー確かにうまい。
寒くないですね、お風呂上がりなんで。お腹すいた。何食おう。ていうかさ、ハピネスさん昨日さ、どっかの枠でコメント打っててびっくりした。この人コメント打つ人なんだと思って、他枠ではって。どっかで見た。誰の枠だったかな。近藤かよっさんか。誰かわかんないけど。びっくりした。ワド2以外のコメント俺見たことないから、と思って。昨日機材のテストでいろんな配信者見てたから、うわハピネスさんだ。服は着た方がいいかな。服着るのなんで嫌いなんだろう俺。できるんだ、できる、捕まらないのであれば裸で生活したいもん。本当に。なんで服を着るんだっていう、何の意味があるんだよっていう。兵糧さんいらっしゃい。
麻婆ラーメンがうまい。なんだその情報。麻婆ラーメン。カレー王さんの情報は信用できる。食い物。麻婆ラーメン。うん、どこにあんだ。青山一品じゃねえな。え、どこだ。うん、麻婆ラーメン、ご飯が食いたいっすね。中華屋さん、定食屋さんがないんだよな。なんでなんだろう。セブンイレブンでもいいんだよな、別に。どうしよっかな。お前2時間ぐらいずっと返せ返せ言ってて、お前大丈夫か本当に。おい、2時間ぐらいずっとずっと返せ返せってバカだろ。大丈夫、いいのかお前の人生それで。他にやることねえのかよ、朝から晩まで返せ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 って。俺は別に構わないよ、ノーダメージだから。お前の人生はそれでいいのか。定食はないのか。魚介つけ麺以外あんまり好きじゃないんだよな。魚介つけ麺が好きなんだよな。
そういや善悪のクズなくなったらしいな、崩壊。本物ののんちゃんじゃないと思うよ。のんちゃん捨て垢とか持ってないから。なんかもう食べ物給食制度が一番いいんだよな。持ってきてくれりゃいいんだよ。食べ物を持ってきてくれりゃいいんだよ。で、今日はまずいとか今日はうまいとか言ってりゃいいんだよ。
コメント止まったな。何なんだろうこの現象。コメント読めなくなったら配信終わりだよね本当に。書かれてんのかな。あれコメントが本物ののんちゃんだったりして止まってる。どうしよう。チキンライスいいな。どうしよう。なんだコメント止まってるだけか。バグでまだ返せって言ってたのお前バカだろ。あれどうしよう。コメント読めねえ。ほんと欠陥品だよな。まだ言ってたの。やっと止まったと思ったら。あ、ごめん、アイテムくれてたんだ。ありがとう。いや、コメント放送用の方止まってたんだよね。ごめんね。また来てね。松屋か。映画全然知らないね、俺。だってインディ・ジョーンズとかさ、ターミネーターとかさ、アルマゲドンとか、そのレベルでいいから俺。もうなんか最近の映画ややこしくてめんどくせんだわ。そう、伏線がとか、なんかこれの意図はとか、そういうんじゃないから。かっこいい映画は撮りたい。デデデデデンデデデデデデンデデデデデンデデデデデンでいいんだよ。うん、カブさんありがとう。ああいいな、ご飯ありがとうございます。いいな、俺も食べよう。俺がトゥーテテテーンテンテテーンとかさ、バックトゥーザフューチャーとかさ、そういうシンプルなものがいいの。うん、ドンチキーっていうか早く治れよこれ。どうしたらいいんだろう。コメントを小さくしてみようか。でなんだろうなぁ。裸の方がアイテム飛ぶ。いやあんま関係ないと思うよ。たまたまでしょ。たまたま哀れみ花火だからこれ。哀れみ悲しみ哀れみ花火だから。やべ充電がね。どうしよう。コンビニ弁当にすっか。コンビニ弁当、コンビニ行くか。あー寂しい。あー寂しい。死んじゃう。ウーパーイーツ？ウーパーイーツなんだ。寂しいな。
そう、反省してますかっていうのやめてくんない？なんで俺が悪いことやったみたいになってるの？その反省してますかっていう言い方やめて。すげえイラッとする。まんまブーメランだから。俺のセリフだ。なんで反省って。あ、乳首犬みたいなんですよね。桜庭さんみたいになってきた。ちょっと痩せたよね。いや、桜庭さん俺のヒーローだからな。俺らの世代サクは超ヒーローだから。プロレスラーは本当は強いんですって言って、かっこよかったな。ほんのめちゃめちゃ強かったからね。グレイシー一族ぶっ潰してた頃。あ、化け物だよな。いいね、ありがとう。桜庭さんはマジで神でしょ。マッハさんもそうだし、バカありがとう。コンビニでいいよね。めんどくせえから。